ダラインベロさん。さあ、ね、いけるよ、おい。うるさい、ここまで。それからメンバー変わってないの？変わったよ。変わったよ。誰が変わったの？誰がいなくなったの？いなくなったら分かんない。ノブタン。え？ノブタン。あ、ノブタンっていたな。誰が増えたの？はい、新しい。増えた。車なんだよ。3人です。3人。入った、それか。ペロタンに。これ。なんでペロタンに入っちゃうかな。どうするとこうなっちゃうのかね。これは。これやってくに頭上がりました。ハンマーで。なんで？だってこうやってバカじゃん。これ。自分で。自分を。腰出たの。額から血出た。だそうだよそれ。もうこれ綺麗じゃん。あ、中は綺麗。外よりなんか全然まだ。これエンジンなんかもやってんの？ターボついてんじゃないこれ。全然ないじゃないじゃん。早いんじゃん。なんだこれ。ターボついてんじゃん、ターボ。そうじゃなきゃ前の車についていけないもんね。うん、これどんな音するの？ボーン。ボーンって。どんな音するの？ボーンって。バカじゃん、それじゃもう。バカじゃん。バチバチいってるし。ん？なんか調子悪い、なんか。うわ、バチバチ。なんか、あ、危ない危ない。いい音だ、いい音。いい音、いい音、いい音。これは早そうだ。さあ、ここは宮城県の山奥。朝もやを立ち込めるこの緑の世界。うん、爽やかばい。足元にはですね、こういろんな木々がは、おっ、ほや、秋でもないのに松茸が生えとるの、もしかして。これ、おや、キッサ、こいつはもしかしてペロタンじゃないのかね、君。さあ、野郎どもやってきたですよ。この危険なアウト側、運転技術は全くもって使用ならない、この男ども。さあ、お、普通にドリフトして行き寄った場合、秋でもないのに松茸が。あったね。草が間違いないばい。やはりここに野郎どもがたまっとるらしいとですよ。車検整備工場、このように、整備された車がずら、貴様なめとんのかい、もしかして。とりあえず行ってみましょうや。でもないのに松茸がまた。というわけで、野郎どもこんなところでなんか車を触っとるですよ。何をしとるですか？これたまり場ですか、もしかして？たまり場っすね、これ。ここでは何をやっとるかな、君たち。これ今、タイヤの交換ですね。無機械ですね、今。タイヤ交換。はい、人力でやるのがペロタンの主義なんで。やっぱり。というわけで、野郎どもやはりここも勝ち目はなさそうばい。俺だったらこの名前だけでこのチームになんないけどね。絶対なんないですね。やだ。ペロペロペロタンだよ。やだ。ね。じゃあ、あれリーダーなんでしょ、ペロタンが。なんかバター犬じゃある前じゃん、お前。ずっと舐めてるってなんか、ペロ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 。抱えたくないですよね。でも舐められるの好きでしょ。好き。もう好きっていうね、好きって言っちゃうおじさんが好き。牛タン。はい、牛タンです。はい、牛タンドリフト。ペロタン、改め牛タン。さあ、スピードではポロタンの方がありますが、どうでしょうか。ドリフトしてない。いやー、何にも今86ドリフトしてない。おい、うまくやげた。さあ、木坂慎二スピンリーモーション、いいですか。勝ち上がり、勝ち上がり、ペロタン東北は。4組目も中部愛知対関東千葉のバトル、フォーメーションレーシング、ありがとう。はい、はい、ついた方がかっこいい、これはいいぞ。さあ、どうだ、フォーメーション3体。危ない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 。イカスチーム代表。イカスチーム。なんかちょっと違うような気がするね、これ。愛知本郷。ここは愛知なの。で、あいつらは岐阜だから。そうそう。その違いがあるんだよね。本郷だもん、だって。本郷。本郷ってどこ？愛知あんの？知らねえ。なんだよ。なんだよ。危ない。危ない危ない。どうだ？そうか。ここ、これも。帽子が可愛いね。あいの？くまちゃん。この地元か。おじさんでもどうか。それはいいんだけどさ、ここ車汚いんだよ、確かに。これ何なの、これ。これ誰これ。
これ、ね、どうするとこうなる。いやなんとなく、ね、どうやったらこんなボロくできるんだこれ。ここあ、これウレタン、あれだ、1日1回ぶつかるんで発泡、発泡だよこれ。これは発泡じゃないよ。あ、ダメだよ、めくちゃん。明日あるんだよ、これ、発泡。いや、今日でなくなるんでいいですよ。ボロいねで、なんでこんな色にがこれ BM の純正ですね。うん、違うよ。 M3 だろ。ちょっと違うだろ。こんな色してねえよ、お前。ラーメン入れましたけど。あ、ラーメン入って。こんな色してねえよ、M3 は。これは、これ飛び入りなの、これ。この2台は飛び入り。いや、これがガンスだ。メンバー変わってないじゃん。ガンスなんだ。メンバー変わった？メンバー変わったの？新しいのどれ？マイトル。え、ほとんどじゃん。ほとんどじゃん。じゃあお前元祖が占領されただけだろ。これ元祖。元祖。これ元祖。元祖。これだってこの色が元祖なんだろ？だからチームうんこに占領されちゃったんだよ。合体してチームうんこの方が勢いがあるんだ。そうそうそう。アルジェプトエンジンミッション。ああ、見せて見せて。ああ、あった。見せて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 。これそう、C&Y の乗せ替えたやつ。な？そう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 。乗せ替えたやつな。で、音もさ。いや、アルジェプトエンジンはね、なかなかいいよ。そう、音もね、なんか、あの、そう、3S の音してたんだよ、これ。結構、綺麗に。これ結構ね、いいあれだね。これはね、あの、覚えてます、これ。確かかなり。ちょっと、アチロっぽい。アチロっぽいじゃなくて、あの、アルテッタっぽいから。あ、いい音するじゃん。いい音、いい音。なんだろう、いるじゃねえか。ただ、なんかいたずらで壊してるだけなんだよ、あただ二人。うわー、大島です。チューブ代表のフォーメーションレーシングの隠れ基地に来てます。ちょっと奴らなんか企んでるらしいんで行ってみましょう。なんだか盛り上がってますね。君たちはここで何をやってるんですか。いや、今日はですね、優勝のした時の練習で。優勝の練習、はい、優勝したんだよね。全国制覇乾杯。全国大会まだ始まってないんですけど、ところで彼らはどういう仕事してるんですか。君はどういう仕事してるんですか。食品商社です。食品商社で、君は現場監督。AV の現場監督なんかやってるんですかね。たまにね。というわけで彼らの仕事っぷりを見てみましょう。失礼します。いらっしゃいませ。吉村くんいますね。吉村くん、なんでこの車こんなとこに入っちゃってるんですか。うちの会社のデモカーです。デモカー、この会社商社ですよね。なんで車入っちゃってんですかね。おかしいですよね。会社のイメージアップのためドリシャを展示しているこのオフィス、なんだか邪魔のような気もするんだけどね。商社って何の仕事やってるんですか。海外から食材の輸入と、販売をやってます。海外とか言ってます。もう世界を股にかけた仕事してますね彼は。こんなやつがドリシャちゃんとできるんですかね。代わってリーダーの石田君は建設中の現場で働いているようです。さあ、リーダー石田君の仕事現場に来てみました。彼はだから小難しそうな説明をしているので、ちょっと聞いてみましょう。石田君、これは何の仕事やってるんですか。冷凍設備の配管工事の現場監督やってます。なんか難しいこと言ってますね。彼はちゃんと仕事してるんですかね。やってると思いますけどね。時々いなくなりますけど。時々いなくなっちゃう。仕事やっぱ真面目にやってないですね。さあ、この2チームが最後の組になります。まずこっちフォーメーションレーシング、小豆色が多いですね、この辺の地区の人。ちょっと間抜けとも思えるこの2番目の運転手、こんちにはどうですか。あ、調子悪いですね。やはり調子が悪いのはグローブからお手手が出てるからじゃないのかね。君、借り物です。やっぱりさあ、はい、フォーメーション、それフォーメーション、でさすがに地元です。チームセクシーダンス、デレ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 デ
と、もうドリフトのメッカ、はい、千葉からやってきました。千葉メッカ、ドリフトといえば千葉、はい、千葉といえばドリフト、ドリフトといえば千葉、千葉といえば、どうでもいいけど、どうでもいいけど、なんでなんでこれ、ね、またの俺なんかこっちに来ちゃってるし、あれ俺そこなんだ本当は、な何これ、あほら俺野郎だし、あいいね、あムッシュムッシュ、俺のモブだよ、思い出した、モブだよ、思い出した、ムッシュ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 ということでセクシーナイツ、それはあれか、それは千葉の盆踊りか、お前今俺も思った、思った、千葉の盆踊り、全然盆踊りだね、それな、目線も大事なんだよな、そうか、いいね、いいね、千葉の盆踊りは違うな、違いますね、ここバカだね、おー G1、 もう D1 さ、デブ1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 、いいね、デブ選手権、お願いします、な、デブ選手権、どのデブが一番うまい、時代が来るな、時代が来るな、来るかも、やっと来る、今村とか熊君も出るぞ、でも来るぞ、いっぱい来るぞ、デブって何キロから、面白い、今体重何キロ、95です、95、はい、いや、ちょっと村田さん、じゃあデブ選手権は85キロ以上、85キロ以上がデブ選手権、やったね、ありがとうございます、これ広め、あれ行くぞ、波が来るよ、波が来るよ、波が来るよ、ありがとうございます、もうセクシーナイツの中でムッシュは抜いたね、抜いたね、日本一有名な遊園地の近くで今日も奴らは暴走中、どうやら工業地帯で周回を追っ始める模様、さあ野郎どもこんなところに集まって今から練習するらしいのですよ、ちょっとお手手の方を見てみましょうか、街の真ん中でこんなことやったらいかんとじゃないですか、もしかしてお客さんもいっぱいおるまい、危なか、今ギリギリ来たま、殺す気か、もしかして、さあ野郎どもこのギャラリーの中気持ちよさそうに走っとるばい、はは、やはりただものばい、お、ヨーロッパ保存のこれ君、アホーアホー、なんか踊っとるばい、アホーアホ、このお姉さん方こんな小汚い野郎に囲まれてかわいそうに、ところで全国大会も2日前というようにこんなところで飲んでて大丈夫とですか、いや、やばいねこれ走り行っちゃう、走り行っちゃうこれ行っちゃう、なんと千葉からやってまいりました、はい、セクシーナイツ、セクシーナイツ、期待できません、期待できません、はい、全くもって期待できませんセクシーナイツスタートだ、ダメダメ、戦闘ダメダメ、さあ4組目ラストの対決に参加いたしました、メロー進出はオーメーション、そうね、オーメーション、決定です、セクシーナイツ千葉ぽい、千葉ぽい、千葉ぽい、ぽい、さあということで長野いなくなり千葉もいなくなりました残ったのは広島だけ、中部です、シーン、またそこにザク、片時もカメラを離さんとですよ、はい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 、はい、背中背中、え、背中、背中の例の、はいはい、常にこの獲物を追う目、このカメラを回してるザク、これに真剣な、何も気がつかんとですよ、これ、あ、気がついてるじゃん、中ですか